ジャパニミスター。どうも、マジグダでございます。マジグダですね。前回はね、うん、撮ったんだけど、うん、音声が取れてなかったということで。そうまあ、よくあるかよくあるんじゃねえよよくあるんじゃねえよ何回目かなっていう。散々盛り上がってね。結構盛り上がったよね。結構盛り上がったね。何の話したかちょっとあれだけどさ、うん、言えねえ言えねえ言えねえすごいですね。最近ほんと毎日動画上がってたりしてさ。そうですよ、うん、あれマジグダは上がんねえじゃないかみたいな。ねえ、ねえ、ま、ねえ待ってますよマジグダファンが。意外とだからさ、うん、頑張らないと。頑張らないと頑張っていかなきゃなってと思ってますけどね。思ってますけども、うんうん、マジグダのねなんかこうファンの方が詳しいっていう、うん、ああその説はあります、ね、あるあるあるなんか噂では、うん、マジグダどの話を、うん、どの回でしたかを全部リストアップしてるっていう方がいますか。いらっしゃるって。これもう DVD 化するしかないじゃないですかDVD 化したいですね。 DVD 化するしかないんじゃないのこれ。 DVD 専用にね、うん、取り下ろした取り下ろしたやつとかね、うんうん、このスタイルでね。このスタイルでそうだね。そうなんかもう DVD 化待ったなしですよ。待ったなしボックス。いやでも大丈夫そういうの言っちゃうと本当に。でもマジグダだから言ってもやんなくていいんだ。そう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 。マジグダって、うん、撮るよって言っても撮らなくていいから。いや言ったじゃん撮るって。いやでもほいそうそう気まずくさせて。そう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 いうことも可能になってくる。夢の夢の番組夢の番組だから俺らにとって。そう夢の番組 夢だったんじゃないかなそういう意味で言うとあマジグダってあ夢かみたいな。そういえばなんかあれでしょ、うん、はい今度、うん、近々、うん、引っ越す。あ俺ね。お前そう俺がね。この俺がお前がとうとう茅ヶ崎をそう捨てる。茅ヶ崎捨てるね。捨てます茅ヶ崎を。悲しいね。悲しい悲しいけどね捨てる。でも兄ちゃん茅ヶ崎っつっても山の中だったりしてそう茅ヶ崎の山を捨てて茅ヶ崎の山茅ヶ崎の山茅ヶ崎の山を捨ててね山を切って切って、うんうん、湘南台っていう。もうそれも言っちゃうんだ言いますお前のなんかそういう何だろうなそういうプライバシーをどんどんいいね切り売りしていこう。そう切り売りしていこうよ。そうですよ、うん、ね、だから引っ越しとうとう一人で、うん、一人暮らし一人で生きていく初の一人暮らしですね、うん、結構でかい話ですよ僕に。なんかそわそわしてない。意外となんか落ち着いてるけど。そうね、なんか実感が湧いてないよね。ああ、あのね、実感が湧くのはね、引っ越し終わった日の夜、うん、寝るとき。ああ、なるほどね。ああ、うん、そのとき。そうかもね。そこが一番実感するね。うん、まず、怖い。あ、そういうことか。うん、ああ、ね、なるほどね。怖いって思う。ああ、一人でね。うん。あなんかと、うん、一人でテレビをつけた時の謎のワクワク感が、うんうん、4、6ぐらい。あ小網、小網6の小網6の引っ越しした日の夜ってすげえお腹空きません？やっぱり荷物搬出とかで、うん、想像以上に体力使ってるんですよ、うん、で、その上にで、いつもだったらそんなに働いたらさ、うん、やっぱお母さん料理して待ってくれてんじゃん、うん、それがないから。確かにね。そうそうね。一晩目来るよやっぱ。なるほどね。うん、ちょっとまあ楽しみですね今のとこね。いやそうでしょう。うん、かなり。かなり。まあそれをこうそれを後悔するぐらい俺は荒らすけどね。お前の家を。なんで俺んち荒らしちゃう。お前の家を荒らすけどね。週5ぐらいで。ほぼ俺んちです。週5ぐらい。でもとりあえずそのインテリアとかもうイケアとかでガッツリ揃えて、もう綺麗になったところで呼んで。みんな。呼ばない。呼ばない呼ばない。
最初は、ね、無印とかでさ、食器とか揃えたいなみたいな、思ったりするじゃん、最終的に、キャンドゥになるから安く安く、そう、最終的にキャンドゥになる。あ、でもね、割とね、そういうこだわりはないんですだろうね、俺も今言ってて、あ、絶対こいつは無印とか鼻から何でもいいだろ、鼻から眼中にねえだろうから、俺は食えれば何でもいい。そう、メラポンと違うからね。そうメラポンと違うから、メラポンと違うから、たくうちの母がさ、冷蔵庫じゃねえや、洗濯機変えたいってと言って、で、電気屋一緒に来てくれ、って言われたから、以前ね、2年ぐらい前かな、って行ったの一緒に、で、サイズちゃんと測ってきたから、あー、置くスペースがね、ありますからね、値、サイズちゃんと測ってきたから、値なんか1人じゃん、そうって言ってさ、ポケットからね、取り出したるわ、俺はメモ帳だと思ったの、まずは、まず一つは、メモ帳じゃなかった、紙じゃなかった、握ってるの、何かな、じゃあメジャーかな、そうね、家で測ってきて、そうそうそう、で実際のものを測れば、そうそうそう、まあ、かな、違った、なんか謎の、ビニール紐の、いやいやいや長いやつ謎の、あの引っ越しとかですか、あのズル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 ってあれあれあれね、スズランテープ、そうそう、スズランテープ、スズランテープか、そうの束だったの、怖いね、測ってきたよ、測ってきたよって言って、何それ、メジャーなかったのだからバッて受け取ってなんかそしたら、そのスズランテープだけじゃなかったの、スズランテープの端っこに、ガムテープの、こうペッてしてあって、ここにね、ガムテープ、スズランテープの端にガムテープペッてしてあって、ここに立てって書いてはいはい、はい、カタカナで、はいはい、立てって書いてあって、で、もう3本あったから、もう1本のペッてなった通り、ひよっこってそうなるのも一番最後は奥行きですそうだね、3つの要素で決まるからサイズって3本のすげえな、3本の長さ違いのスズランテープがギリシャ人みたいなすげえ、いやね、ギリシャ人だったら天才だよ引きこもってくもってた目を丸ごと晴らしてくような景色へ続く僕らの足跡、たどり着くためにもっと遥か旅路、その先もずっと